あれよ、ウサギのあれよ。これ以上。どうぞ。まだ来てないわ。彼に用があったの？あなた、本当は UFO に興味ないでしょう。冷やかしの客は出入り禁止にしてるのよ。どうなの？ UFO に興味があるという証拠はある？松江と宇宙人展のチラシね。嘘じゃなさそうね。小泉八雲記念館はどうでした？あら、私と同じ意見じゃない。八雲の日本に対する温かな思いは今の日本人が失ったものね。八雲が素晴らしいのと同時に当時の日本も素晴らしかったのよ。情と道徳に守られた神々の国だった。あなたもそう考えるでしょ？八雲は数奇な運命で日本を訪れた。でもそれは宿命だったのかもしれない。彼は日本に伝わる怪談を書き残すために神から使わされたのよ。私の話は退屈かしら？あなた、森田に会いに来たんだったわね。UFO が好きだからに決まってるじゃない。興味がなきゃ。こんなとこにいないわ。33歳よ。彼女のことは森田は話してくれないわよ。痛い思い出だからじゃない？実際に噛まれた痛い思い出よ。ガリは左の刃が出てたみたいで、その後だけは今でも残っているのに。あなた、何を探っているの？八雲に興味があるんでしょ？怪談の話をしましょうよ。怪談の中で一番好きな話を聞かせて。残念ね。あなたとは話が合わないようだわ。私の好きな話は、病で亡くなった妻との約束で再婚しなかった男が約束を破って若い女と結婚するの。祝言の翌朝、隣で寝ていた嫁の首が消えていて、前妻の墓の前にあったというもの。いつも愚かよね。
らっしゃいませ。アポは取ってありますか？村上からアポなしの客は取り継がないでほしいと言われてます。特にマックスっぽい男は会いたくないそうです。あなたのような人じゃないですか？どうしました？はい、ありがとうございます。これでもアナウンス部の部長です。オークションのレジは役職関係なく社員が交代でやることになっとるんです。実は村上は報道志望なんです。ずいぶん前から相談されとるんですが。いえ、まずいというほどでは。経験も十分ありますし、務まると思います。ただ勝ち気なところがありますけん、お堅い部署は向いとらん気がしています。今のままで人気も出とりますし、部署移動はもう少し落ち着きが出てから。おっと、一般の方にする話ではありませんでしたね。うちの看板アナウンサーです。村上と同期の女性はいませんよ。その年に入社した女性社員は彼女だけです。以前は一つ上にいましたけど退社しました。村上がどうかしましたか？いらっしゃいませ。はい、羽田様じゃない、佐々木様でしたら奥の席に。またあなたなの？いやよ、私の水着のポスターはもう効果はないわよ。アリサにママは女優の仕事がなくて水着でキャンギャルをしていたと告白したわ。帰って。彼女は村上さんよ。私には関係ないでしょ。
から何だって言うのよ。当然でしょ。私は高校のアイドルだったのよ。全然分かってないのね。彼女はショートカットの男子みたいなルックスで気が強い性格で人気なんてなかったわ。あんな凶暴女人気があるわけないじゃない。私彼女が渡辺くんに噛みついたところ見たことあるのよ。喧嘩無敵の渡辺くんが涙ぐんでいたのよ。あらよっ、嫌味な人ね。もういい？いつまでもあなたの相手ばかりしてられないわ。まだ文の綾を探しているのか。寿司屋でも始めるのか。俺は忙しいんだ。用がないなら帰ってくれ。俺には話すことはないぞ。俺の辛い過去を探すのが趣味なのか。なんだと。バカなこと言うな。違う、俺たちは付き合ってない。ただ俺の片思いだ。高校の頃美咲が好きで、それで それ以上言ったらマジで殺すぞ。俺は喧嘩はするけど女に暴力は振るわねえ。告白して振られただけだ。俺にもよくわからない。美咲が怒った原因で考えられるのはあれなんだけど、まあ、ここで待っていてくれ。これだ。俺がふざけて引っ張ったら切れたんだ。そしたら美咲は泣きそうな顔をしていきなり噛みついてきた。俺は美咲に告白したんだけど、彼女には好きな人がいたようなんだ。教えてくれなかった。それでムカついて彼女のミサンガを引っ張ったら、そうしたらガリって腕に噛みついてきた。すぐに巣に戻って逃げるようにかけていった。いつか謝って返そうと思っていたんだけど、そのまま卒業して今に至るだ。
しかしな。わかった。それならこれを預けるよ。頼んだぞ。俺が知っているのは高校からだからな。田中は小学校から同じ学校のはずだぞ。また来たんですか。あなたの顔を見るのはうんざりなんですよね。何も話しませんからね。知りません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 。どういう意味ですか？お土産なんていりません。もしかしてそれは。知っています。彼女のお気に入りです。それをつけてよく番組に出ていました。それがどうかしたんですか？花言葉は悲しい思い出ですね。おだてても彼女の話はしませんよ。散々やったじゃありませんか。話をするとあなたの術中にはまるようですからね。話しません。あなた卑怯ですよ。彼女が好きだったんですよ。持っていて違いますよ。学校の行事などで写真を撮る機会があると何気なく彼女のそばへ行き一緒に写ったんです。悩みます。悩みますが彼女のブローチが欲しい。私は法に触れるようなことはしていませんよ。
ここにある写真は全て合法に写されたもので、合法に手に入れたもので。でも心が痛みますね。彼女を傷つけるんですか？聞き捨てなりませんね。それだけは話せません。いえ、何でもありません。聞かなかったことにしてください。では私は仕事に戻ります。Mm-hmm.